バキュロウイルス化は DNA ウイルスのとが、ニュークリアパリヒードラバイラスとムランヤラバイラスの二族に分けられ、一般にバキュロウイルスと呼ばれる。バキュロウイルスは、接足動物に感染し、宿主に対する取得位性が高い。大部分は長目の幼虫に感染するが、蜂、か、エビに感染するものも知られている。脊椎動物には感染、増殖しない。 特定の宿主にしか感染しないが、致死性が高く、他の動物には安全なので、生物の薬として利用されるものもある。ビリオンは大型の棒状。エンベロープを持ち、GV はエンベロープ1個にヌクレオカプシドを1個だけ含むが、NPV にはエンベロープ1個にヌクレオカプシドを複数含むものもある。さらにビリオンはタンパク質の結晶に包まれる。 GV の放媒体は小型でビリオンを1個しか含まないが、NPV の放媒体は大型で多数のビリオンを含む。ゲノムは感情2本腐り DNA で80から 180KBP と大きく、遺伝子数も100以上ある。放媒体は虫に食べられた後、中腸でアルカリ性のため溶解し、感染する。細胞内で複製されたウイルスはまず、細胞表面から出芽し、 他の細胞に感染して全身感染に至る。次に各細胞内で放膜体が作られる。放膜体系ウイルスは質が型ウイルスよりも安定性、感染性ともに高い。虫は死んで虫体内部は液状化し、その後皮膚が破れると内部に充満したウイルスがまき散らされ、他の虫に食べられて感染する。ありがとうございます。